はあの割とピッコロのグッズを持ってく、あのカバンとか忍ばせる。すごいんですよ。みんなとこありますね。素晴らしいんです。そうするとうまくいくような気がする。棚つって、ちゃんとそこに並べて。とりわけピッコロが好きなんで、いっぱいあるので、今日はこれを持っていこうかなって言って、カバンの中ポンと放り込んでくるようなところは、ルーティン的にちょっとあるかな。フィギュアがほとんどですね。フィギュア、あの他のただのグッズもそうです。ハンカチなんかでもそうですけど、そういうこともありますし、だからカバンとかね、平気でつけてこう持ってったりとか、筆箱とかも神さんが作ってくれるんですよ、筆箱。そこにキャラクターのワッペンとか。うわ、すごい。だから、小学生のペンシルケースかなって、みんな思うでしょうね、それみたいな。そんな感じです。いいですね。いいですね。はい。でもフィギュア集めたのは、あの野沢さんの影響なんですよ。お宅にものすごくすごいグッズ、悟空の、はい、グッズっていうか、ぬいぐるみですね。そうなんです。あのものすごい壁一面、それで開けるとみんなこぼれてくるぐらいの、ね、びっくりして密にこう、詰め込まれて、リビングにゾーッとって、あの飾り棚っていうんですか、普通のお家は洋酒を置くんですよね、そういうとこはね。洋酒は、うちはグッズです。それはやたらでかいんですよね、全面だ。そこにずっとぬいぐるみが並べて、まあ、なんか豪邸訪問じゃないですけど、そんな番組だったと思うんですよ。僕たまたまうちで見てて、いや素敵なうちだな、俺も集めようと思って。大したうちじゃないんですけどね。やっぱり真似して壁に棚作ってバーッと並べ始めたんですよ。なんか最初のきっかけはそうなんですね。へえ。私は持ってきません、グッズは。あのスタジオでいただくことあるんですけどね。あの時々あのゴーヤを持ってきてくれます、はい、もうね嬉しいんですよ。私ね家庭菜園やってんですよ。んで持ってきて食べてもらえるって言って、もういただきますって言って、それ、ね、いただいてもらえるの嬉しくて。スーパーサイヤ人が作った野菜ですから。それはね、だからもう捨てるところないように使わないとバチが当たるみたいな感じですから。いろんなのね、ゴーヤだとか、ね、何種類も料理して、それを写真に撮って、それでまたあの次の時にお会いした時に、そうこうしていただきました。素晴らしいんですよ、うん、だって重いですよあれ。あのゴーヤ持ってきてくださる、朝うちで取れたのって、そう、朝素晴らしいのが取れるんですよ。だからゴーヤの料理に詳しくなりました。あ、こんなにバリエーションあるんだなと思って。一番簡単なのゴーヤを刻んで水に浸しておいて、おかかとお醤油かけるだけみたいな、うそういうおひたしみたいなやつ、これがまた結構美味しくて、保存の仕方もいろいろ。そういう取材じゃないですよね。いや古川さん元気な秘訣がもう野沢さんのね、千鶴並みのゴーヤから来てる可能性もあるってことで。あ、そうですね。損数してる方が、うちから持ってきてくださったっていうのはね、うん、思いが違いますね。これはね、大変なことですよね。なるほど、そういう事実自体が。だからもう捨てられるところはないっていう感じで。こういうことを学んだとか、こういうものをあれしたっていうのを改めて考えるってことはないんですけど、私はすごい影響を受けてると思います、いろんな意味で、うん、普段生活していく上でも。たまにもうあのわざわざじゃないんだけど、ポーッとしてて、あ、何やりたいなって、悟空だったらこういう時何するんだろうななんて考えて、あ、悟空だったらこんなことするなって言うとやったりするんですよ。自分でもうケーッとしちゃうと何していいか分かんなくなっちゃうと、悟空だったら何するのかななんて、うん、私はもうとっても幸せです。このドラゴンボールをね、うん、悟空と出会って悟空がやれたってことが、うん、とっても幸せですね、うん、僕はまあ作品から学んだことというよりはほぼほぼ野沢さんから学んだと言った方がいいですね。あの、なんて言うんでしょうね、悟空自体は明るね、ねやかなキャラクターじゃないですか。だけども非常に人に対する優しさがありますよね。でピッコロもそういうところあるわけですが、そういうものをあのスタジオで野沢さんをお会いして、その背中を拝見して僕らも頑張ってこう来たわけですけれど、その時にやっぱり他者に思いをいたさまうことが昔からありますけれども、自分以外の人のことをいつも気を配っていらっしゃる、まあ、座長さんですから舞台で言えばね、そういうところがあって、主役で一番大変な方、もう人のことなんか構ってられない、もう自分のことで精一杯っていう人がほとんどなわけですけど、その中で一番大変な人が一番、新人の一人にまで気を配っていらっしゃる。それを見てドラゴンボールのそのキャラクターのそういうところに通じる、他者に思いを出すっていうのは、まあ、優しさみたいなところにつながるところもあって、本当に新人の方がね、
初めて入ったりすると、ノーキャラとかで来て、やっぱり噛んだりするんですけど、やっぱ緊張する。その時に、ね、必ず声かけてあげるんですよね。私若い頃もっとできなかったか、もっとから言って、で、あのお菓子、差し入れのお菓子どうとか、下手すると野沢さんが新人の方にコーヒー入れて持ってきちゃったりするみたいなことあって、それ見てね、うん、やっぱりこういう先輩でありたいなっていうのは学びましたね。それは、ね、作品からもそうですし、実際にリアルで野沢さんとご一緒させていただいて、まあ、学んだことですかね。